性がこの着物で出ちゃうんだという話です。はい、やし着物チャンネルです。令和5年度の卒業式が終わりました、その卒業式で感じたことを話してみたいと思います。学校の先生が卒業式で何を着るかという話です。一般的には無地に袴、最高礼装度だと宝塚さんのように黒紋付きに袴というのが一番礼装度の高い女性の先生の方のいでたちだと思います。で、最近はどうなってるのかなということで見ると、一番色無地に袴で、その次が付け下げっぽい着物に袴、そして訪問着っぽい着物に袴で、そっからです、古紋に袴、まあだいぶ砕けてきますよね。で、大学生の卒業生のような格好で卒業生を送り出す先生と、まあいろいろいらっしゃると思います。これはもう学校次第というかね、校風もあるんで何とも言いませんけども、非常にその学校によって様々になってきたなということを感じています。まあ基本的には無地に袴、つけ下げっぽいのに袴、暗いものが一般的なんでしょうけど、幼稚園の先生なんかだとね、こうにぎやかな着物を着る傾向にあるとは思いますが、高校の先生とかね、中学校の先生とかで柄物だとね、どうなんだろうなと僕なんか思ったところでした。柄物というのは、付け下げぐらいまでだったらセーフだと思うんですけど、袖の長い着物とかだとちょっとという気がしましたね。まあ式典です。はい、式典にどういういでたちでいくかということなんでしょうけど、卒業生を送り出す方の立場の方はある程度ね、礼装度合いをキープされた方が美しいなと思って拝見しています。中学校ですとか高校でも大学の卒業生がお召しになるような袴セットをレンタルされてお召しになられてる先生もいらっしゃるようでした。まあ着物関係の方から言うと、まだちょっとそのフェーズは早いんじゃないかなというのが相違じゃないですかね。なるべく柄物じゃないものを着た方が美しいかなというふうな気がしています。はい、今日は卒業式の式典に出てみて思ったことをつらつらと話してみました。